でも一目見てきんぴらでしょうと思いました。大丈夫だと思います。イカ人参です。これはちょっと信頼できそうですね。はい、勉強します。ありがとうございます。新入社員の古賀光です。出身地は福岡県です。大学では競技ドッジボールというサークルに入っていました。まあ、ちょっと下手っぴだったんですが一生懸命頑張っていました。好きな食べ物はみかん、そして果物全般大好きなので、福島県はたくさん美味しい果物があると聞いていますので楽しみたいと思います。よろしくお願いします。新入社員の黒原亮と申します。よろしくお願いします。出身は宮城県仙台市です。大学ではリカレンジャーという部活をやっておりまして、小学校に出向いてリカの実験を見せたり悪者を退治したりということをしていました。趣味はドライブです。とにかく福島県内を走り回りたいと思っております。福島県の皆さん、一つよろしくお願いします。新入社員の大久保薫子です。出身は東京です。大学ではチアダンスサークルに所属していて、元気の伝道師としてたくさんの方に元気を注入してきました。趣味は食べることなんですが、特に焼き鳥が大好きで、利き焼き鳥ができます。福島の美味しい食べ物をたくさん食べに行きたいです。どうぞよろしくお願いいたします。福テレの新入社員の皆さん、入社おめでとうございます。ありがとうございます。今日はですね、皆さんのために福島県をもっと知ってもらう、理解してもらうクイズをご用意しました。では早速問題です。1問目、福島県のこの郷土料理の名前答えてください。よしよしよし。回答はお手元のフリップにお願いします。東北強いな。はい、では回答一斉にお願いします。どうぞ。大久保さん、人参しりしり。笹原くん、イカ人参。小川さん、きんぴらごぼう。人参しりしりだと思います。その理由は、見た感じ、人参がしりしりしてると言いますか、なんかあの形しりしりだった気がするんですけど、違いますか。イカ人参。イカ人参です。これは前道の駅に行って買った覚えがあるので大丈夫だと思います。イカ人参です。これはちょっと信頼できそうですね。はい、お願いします。でも一目見てきんぴらでしょうと思いました。答えこちらです。イカ見えます。では2問目です。問題こちら。民謡にも歌われるこの山の名前は。この写真の山の名前をお答えください。難しい。では答えをお願いします。どうぞ。あなたの山、あなたの山、白尾山。忍山の理由は、知ってる山の名前が忍山しかなかったです。はい、ありがとうございます。佐田くん、はい、あなたの山、まず忍山ではないと思ってそうですね、はい、んでも見たことない山の名前を書きました、とりあえず。はい、はい、大久保さん、はい、あだったら山、あだったら山にしました。そうですね、漢字書けるかもと思って下に書いてみたんですけど、なんだろう、間違えてる、ちょっと違う、ちょっと自慢したくてあだったら山にした。私、あだったら山なのかどうか、けど知ってるお山があだったら山だったのであだったら山にしました。はい、ありがとうございます。しかしあだったら山なのかがわからない。ちょっと、あ、でもなんか足りないかも。足りなかった、ショック。覚えた山返したのに。じゃあ答えいきますか。はい、この山の名前はこちらです。違う、磐梯山の山
ですね。会津磐梯山で民謡があって、そこで宝の山と言われてる磐梯山です。そこが爆発して、水がせき止められてきたのが模式というのがあったんです。なるほど、はい、惜しかった。勉強しよう。恥ずかしい、ここまで書いたの。次の問題こちら。福島テレビは今年2022年開局何年目ですか？では回答をお願いします。どうぞ。59年、正解です。おめでとうございます。いやー、ありました。じゃあ次の問題いきます。大久保さん、先ほど、はい、食べることが好きとおっしゃってましたけど、はい、いわき市の魚とか食べたことありますか？いわき市の魚、まだないです。まだないですか？はい。じゃあ、岩口の水産物を代表するこの魚の名前は何ですか？沖縄の名前ですね。結構スーパーで名前がありますね。はい、どうぞ小川さん。ヒントをお願いします。ヒントお願いします。ヒントですか？このやっぱり目ですね。目、このピエンみたいな目です。ピエン、かわいらしいけれども、ピエンは関係ありますか？ピエン関係ない。ピエンは関係ない。お願いします、はい、どうぞ。せーの、はい。スルメメヒカリ、アルメウオって読むんですか？なになに、アルメウオ、どの魚ですか？目が丸いい魚です。違いますかね？そのまんま書きました。そのまんま、はい。でも目が丸くてそのまんまっていうことだったのでそのまんま書きました。そのまんまですね、はい。小田君、はい。目光、これは目が光ってますし、多分どっかで売ってるの見たと思うので、多分これじゃないかなと思います。やっぱりこうドライブでいろんなとこ行くと出会いますね。そうですね。目光、はい、はい。もう恥ずかしくて、はい、出せないです。おやだ。出してください。何ですか、スルメって何ですか？それ僕の質問です。何ですか？何ですか、スルメ？スルメイカですよね。イカ？イカですか、これは？魚なんですけど、なんか目が、目っていうヒントからもう目がつく魚を考えようと思いまして。あ、スルメなんですね。スルメけど全然違う、魚でもなくイカでした。ごめんなさい。じゃあ回答こちら。すごい。言ってたもんね。昨日言ってました。言ってない。言ってるよ。あ、そうです。昨日もうダメだ。リサーチ済みか。リサーチ済みでした。ありがとうございます。こちら問題にしました。潮目の海をテーマに展示を行ういわき市にあるこの川の水族館といえば何でしょう。説明を答えます。はい、はい、他に合ってるだろう。では、説明ですね。はい、では回答をお願いします。どうぞ。アクアマニ福島、正解です。これはね、3人で話したんだよね。うん、行きたい、行ってみたいです。はい、次の問題行きますよ。はい、問題こちらです。福島さんのウィンクビューティーにした高齢場所のご存知の問題は何でしょう。はい、待って、これ数字が入ってたよね。数字が前に3人で話してI'm gonna go get some more.
ボックス、クリームボックス、大久保さん、ミルク、クリーム、カッコ、クリームボックス。数時間前に3人で話してたんですけれども、はい、ミルクかクリームどっちだっけっていう、はい、いやもう聞いちゃったんですけどこっちは今私が書いた答えですよね。最後に付け足しちゃったんですけど、ごめんなさい。ちょうど一昨日食べてきてっていう話をしたんですけど、全然話聞いてなかったって聞いてました。うる覚えでごめんなさい。クリームボックス、はい、食べてきたということは一概ないですね。これははい、私もクリームボックスにしました。はい、私はもう笹原くんの話ちゃんと聞いていたので思い出せました。はい、はい、わー、笹原くん丸な目が特徴的で可愛い顔してる魚です。はい、はいはい、見つかるといいですね、丸目を。はい、ぜひ福島の海にいると思いますので、探してみていただいて、ハントしていただいて、はい。ちなみにどんな調理法でみんな食べるんですか、丸目を。そうですね、目玉をくり抜いてなくなっちゃうんだ。やっぱトレンドマークの目玉を食べるっていう人が多いのかなっていうふうに思います。